ナショナルバンクオープンはカナダで開催される男女共催の国際テニス競技大会。男子は ATP マスターズ戦、女子は WTA 戦に企画されており、世界ランキング上位選手に出場義務が課せられている。大会は各年ごとにトロント市とモントリオール市で開催され、男子トーナメントがトロントで開催される場合、女子トーナメントはモントリオールで行われる。 翌年には男女の開催地を入れ替えて行われる。トロントトーナメントはアビバセンターで、モントリオールトーナメントはスタッド以外で開催される。開催国名にちなむカナダマスターズの名称でも知られている。この大会には長い歴史があり、男子は1881年から女子は1892年に最初のトーナメントが開催された。 1995年のカナダマスターズで死傷事件による2年間のブランクから復帰したモニカ、セレシュが復帰後の第一戦を優勝で飾った。トロント会場モントリウォール会場本大会の公式サイトでは男女シングルスダブルスとも第一回大会から全ての優勝者を掲載しているが、準優勝者と決勝結果は記載されていない。本記事では、 国際テニス連盟サイト内にあるトーナメント検索機能で全部門の記録を調査した。男子シングルスダブルスは1971年以後、女子シングルスダブルスは1980年以後の記録が ITF サイトに残っている。それ以前の詳細な記録についてはオンラインで確認できないため優勝者のみを記載する。ありがとうございます。